行こう。同じ未来を。二人の幸せ。ハウスメイトの部屋で始めてください。ハウスメイト。ハウスメイトカラフルスタイル。今日は田村さんに人生と住まいのプチヒストリーを振り返っていただきました。はい。すごくね、個性的な方なんで、どんな部屋なのかなっていうのも興味あったんですけど、意外に私が思った以上に音楽に向かっているね、機材がちゃんとあって、楽器類が多分あって、はい、下にコロコロついてるんですけど、キャスター付きですが、だって機材の台もちゃんと自分でね、作るみたいなこと、いつだでしょ、さっき、今日に溜まってきて、キャスターつけて、動かせるようにして、多分そこでね、デモテープ取っては、ちょっと私やってるわけですよ。すごいですね。その感じ、すごくよくわかりましたね。あと、スクリーンも書いてあるし、そういう感じがありましたね。少し少ないとおっしゃってましたけど、やっぱり部屋の中の環境を変える力があるから、引っ越さなくてもいろいろ楽しめるんですよね。あ、なんか逆のタイプですね。そう、すぐ引っ越しちゃう。すぐ家とか買っちゃうからな。